帝国の梁の上。我が家には訳あって、母の親友母子が一緒に住んでた。子供の名前を A とするが、A と俺は本当の兄弟以上に仲がいい。一緒にいると何かと頼もしいんで、先日二人で某国を旅してきたんだが、その国の寂れた観光地で妙なバスに乗ってしまったんだな。その国ではバスは必ず遅れてくるものだが、それは定刻通りに来た。それだけでも十分変なのに、中の様子はそれ以上におかしかった。バスの至るところに季節外れの三差しの花が飾られており、それより気になったのが、乗客たちの不自然な態度だった。一方にはひどく暗い顔をした人々がいて、うつむいて身動き一つしない。もう一方には、明るい顔の非常に騒がしい人々。横浜タイヤみたいな気味の悪い笑顔を浮かべており、歌ったり喋ったり踊ったりと、やたら陽気に騒いでいた。楽しそうに見えなくもないが、どこか排他的な雰囲気をまとう人たちで、声をかけようなんて気には全くならなかった。暗い人たちは、彼らにちょっかい出されても身白ぎせずうつむいていたが、教会の前を通過するときだけ弾かれたように身を起こし、一斉に十字を切ってた。妙な雰囲気の中、しばらくは我慢しておとなしく乗っていたものの、だんだん気味悪くなってきて、俺は予定外のところで降車ブザーを押してしまった。だが、運転手に、まだだ。と一括されて停留所を通過されてしまい、英語わからん俺の代わりに A が抗議してくれたが取り合ってくれないようだった。A が怒鳴ってても他の乗客の様子は全く変わらなくて、俺はただ不気味に明るい人たちの顔を見るのが怖くて縮まってた。で、しばらく口論が続き、イラついた A が不意にタバコに火をつけたんだ。普段吸うところ見たことないのに珍しいなと思っていたら、それまで俺たちのことなんて無視してた明るい人たち全員が、突然横浜タイヤ顔をこっちに向けた。そして同時に表情を一変させ、真っ赤になって怒り出し、英語じゃない聞いたことのない言語でわめきながら俺たちに詰め寄ってきた。で、俺と A は車外に引きずり出され、まさかのフルボッコ。かなりの距離を走って逃げたのに、奴らは群がるように追いかけてきた。無我夢中で走り続け、A に腕引っ張られてトゲトゲした生垣を乗り越えると、ようやく諦めたようで、ぞろぞろとバスの方に戻っていった。俺には何が起こったのか、本気でわけわからなかった。その後立ち寄った教会で、神父さんにそれまでのことを話したら、かっこ怪しい目で見られはしたが、こんなこと教えてくれた。そいつらはこの世のものではなく、明るい顔をしたのはきっと悪いスピリット。暗い顔をしていたのは、運悪く奴らに囚われた人間の魂で、死ぬこともできぬまま、イエスに救いを求め続けているのだろう。そのあたりでは、帝国の梁の上に訪れる者は災いを連れてくる、という言い伝えがあった。ほんの数十年前までは、俺たちと似た体験をしたなんて話も多かったそうで、帰って来られた人もいるし、帝国のバスに乗ったまま行方不明の人もいるんだとか。助かるのは普通敬虔なキリスト教徒だけだから、俺たちが助かったのは実に運が良かった、と言われた。なんでも、大抵のスピリットは火を嫌うから、タバコを吸う人間を自分たちの乗り物に乗せておきたくなかった。また、ハリエミシだ。俺たちが乗り越えた生垣のトゲトゲは、昔から魔除けになると言われているから、生垣を乗り越えてきたのも良かったのかもしれない、と。なんで非喫煙者のくせにタバコ吸おうとしたのか、また、無茶して生垣乗り越えたりしたのか A に聞いたが、すごい偶然でしたね。ということらしい。ちなみに、タコ殴りにされたというのに、俺たち二人とも引っかき傷や小さなあざくらいしかなく、生垣を越えた際の傷の方がひどかった。どう説明すればいいか見当もつかず、結局警察にも届けてないし、生垣の修復はもちろんやらされたし、そして俺が持っていたバッグには、子供よりも小さい足跡がたくさんついていて、怖いから速攻捨てて買い替えたし。
なんで非喫煙者がタバコを持ってたの？お礼の質問でいいのかな？本人は前に飯食いに入ったパブで、地元のじいさんにもらったって言ってる。こんにちは。投稿者に同行していたものです。書き込みは初めてなので、失礼があったらお許しください。投稿者が書き込んだ体験は確かに恐ろしかったのですが、私としては、バスに乗り込んだ時の投稿者の様子の方が不気味で気にかかり、どこかで吐き出したい気分でして。そもそも例のバスは、私たちが待つ停留所に向かって走ってくる時、すでにおかしかったんです。横浜タイヤ顔をした連中が皆窓から身を乗り出して、私たちを品定めするように指差しながら大騒ぎしていたんですから。はじめはジャンキーの集団でも乗っているのかと思い、危険だからこのバスは見送ろうと何度も頼みましたが、投稿者は全く聞こえない様子で、私を無視して一人でズンズン乗り込み、その挙句、我に帰ったように突然怯え出しまして。後々話を聞いた神父に言わせると、スピリットたちの住む世界に近い人間、例えば病人、老人、子供、妊娠した女などは、奴らに目をつけられやすいらしく、投稿者が今後大病でも患うのではないかと、気が気ではありません。悪夢の箱。10歳の頃、2、3週間くらいだが、ひどい悪夢にうなされ続けたことがある。子供の時だから記憶がはっきりしないのだが、母の話では、毎晩絶叫しながら床を転げ回って、喉をかきむしっていたという。朝起きたら寝汗をぐっしょりとかいていた。これが一晩ならいい。毎晩続くのだ。寝るのが本当に怖かった。あっという間に寝不足になった。骸骨のように痩せて、顔色が粘土のようになった。医者や霊能者に見てもらったのだが、原因は全くわからない。相変わらずのた打ち回る夜が続く。だから両親も痩せた。二人の方がよっぽど病気じゃないかと俺が思ったくらいだ。前述したように、俺は2、3週間で救われるわけだが、恩人となったのは、霊能者でも、坊主、神主、神父牧師でもなかった。当ててみそ？絶対当たらんよ。正解は、催眠術師。催眠術師っつってもアマチュアのおっさんなのだが、父が軽い恐怖症を簡単に治してもらったことがあるらしく、その縁で俺も見てもらうことになった。催眠術師なんぞ、と思っていたが、俺は父に似て暗示にかかりやすい立ちだと判明した。その人が取った作戦は、俺に悪夢を忘れさせることだった。奇妙なことだが、俺は夢の中身を起きた後もはっきりと覚えていた。そんなことは当時の一連の悪夢に限られていたが、催眠術師の先生は、家をかたどったわしに夢の内容を書かせた。思い出すのも苦痛だった。嫌な作業だった。先生はその和紙を箱に入れて、蓋にお札を貼り付け開かなくすると、俺と二人だけしかわからない、ある場所へ隠した。すまん、具体的には言えんが、箱を取り出そうとすれば簡単にできるのに、他人が見つけるなど絶対考えられないようなところ、だと言っておこう。両親でさえも。先生は、悪夢はこの中に閉じ込められたから、怖がることはないと言った。箱を自分が開けなければ大丈夫だと。これが不思議にズバリと当たって、俺は悪夢から解放された。俺たち一家が先生にどれだけ感謝したかは想像に任せる。でも、悪夢の種の詰まった箱はまだ、俺の手の届くところにあるのだ。これがずっと心の片隅に引っかかっていた。大学卒業の折帰省した時、そうだあの箱はと思い出した。思い出したら気になって仕方なくなった。当時の夢がどれだけ恐ろしかったか自分が一番知っているのだが、さすがに内容なんか忘れてしまっている。怖いという感情は確かにあった。だが、子供の時の恐怖なんて、
得てして大人から見るとチャチいものだ。今の俺は、当時の先生の言葉が、自分にどんな暗示をかけていたのか、なんとなく推測できる。手品の種もすっかりわかっている。俺は当時の恐怖を白日の光のもとにさらけ出して、笑い話にしたかったのだ。そう思って、こっそりと箱を取りに行った。蓋にかぶさったお札が見える。先生に霊能力はないのだ、と思ったらかなりチャチい。剥がそうと端を爪でこすった。すると唐突に、10年間忘れていたはずの夢の内容が、頭の中で再現され始めた。俺は和室にいて、明かりの差し込む障子を見ていた。縁側にある竹笹の影が落ちていた。一番上の列の窓一枚分だけ綺麗に四角く切り取られて、そこからニヤニヤ笑っている、ふくふくしい中年のエビス顔が覗いていた。だが顔だけなのだ。障子には笹の影が揺れるだけ。そいつの胴体の影は、一切映っていない。俺の背中には両開きの襖があった。奥には、襖に仕切られた部屋が延々と続いていることもわかっていた。クー、クーと、小さな鳩の鳴くような音がかすかに聞こえた。続いて、ターン、ターン、ターン、と、音がし始めた。だんだん大きくなってくる。襖を次々と開けて、何かがこちらへ全力でかけてくるのだ。ケラケラケラと男の笑い声が、腹の底から楽しそうな声が聞こえた。それはどんどん大きくなった。俺は凍りついていた。絶対に振り向いてはいけないということだけは確信があった。ターン、と。俺の背中の襖が開いた。そいつは俺のうなじに生臭い息をかけた。わざとだと思った。そして、ぼそりと耳元で俺に、箱を取り落とした。カタンという音で我に返った。俺は箱を元通りの位置に戻して、まっすぐ家に戻った。だから今でも、悪夢の箱はそこにある。大サービス。うちはよく怪奇現象が起きるので、物好きな友人たちには好評。別に悪さするわけでもないということで家族はみんなスルー。電話に知らんばあさんがうっかり出ちゃってガクブルされたりしてるけど。屋根裏で足音ドタバタされるようなことも日常茶飯事なので普通に友達を止めたら。走り回る走り回る。友達ガクブル。ドタバタドタバタ。うわぁ。うわぁ。悪させんで。平気平気。ドタバタドタバタ。あんた来たから出血大サービスっぽいよ。ちなみにその友達、お化けに好かれるっぽい。ドタバタドタバタ。ドタバタ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 。ずさー。こけた？これは、こけたな。天井に向かって大声で爆笑。それ以来、走り回る子はいなくなってしまった。傷つけちゃったかな？